すまない。待たせたな。お前、もしやブリトラか？ああ、そうだ。少年の体に埋め込んでいた竜の目をこちらの身に移したのだ。何か慌ただしく準備しているようだとは思った。私たちの大使様が直々に出陣するんですから、半端な装いじゃ送り出せませんよ。錬金術師たちが腕によりをかけて戦いに適した最高の人形に仕上げたんです。まあ本当はもっと早く見せたかったんだけど、ギリギリまで調整してたせいで遅くなっちゃって。謝る必要はない。私の方こそ。改めて皆にはラザハンのことを頼みたい。戦いの危険があるとなればどうしても意識をこの体に向けることが多くなるだろう。ボイドゲートを開けるからにはこちら側への容易の侵入も。それについても準備は怠ってないぜ。歴戦の竜騎士殿が聖戦士団に稽古をつけてくれてたからな。用意たちは。そういうわけで安心しろ、バルシャン。おっと、今はもう違う姿だからな。バルシャンのままで構わない。私は君たちの。そうか、なら行ってこい。ちょっといいかしら。実はあなたが不在の間に、ほら、前回の宝物殿の探検、彼にとってはレポリットのための。彼から報告を聞いたレポリットたちは大喜びで、自分たちの宝物殿の改良案を検討し、そのお返しにというわけでもないのでしょう。そう、正解でハイデリンから託されたクリスタル、メーティオンの軌跡が記録されていたものよ。ウルティマトゥーレの位置は解明し終えているし、役目を終えた。預かった彼は考えた。このクリスタルには強い光の力。さあ受け取って、ハイデリンの思いが詰まったクリスタルだもの。これで準備は整ったようだな。アキャーリから船に乗り、風砲の前と向かおう。
では、封印を解くぞ。アルザダール三世の名において命じる。異界の扉よ、その口を開け。取り込みなさい。拡張に成功したようね。あの様子なら私たちも問題なく通過できるはずよ。この先はどういう場所につながっているんだ？かつて私がボイドに渡った際には妖異たちが救う城のような場所に出た。あの時は多勢に無勢となってすぐに撤退してきたが、君たちがいれば腰を据えて探索できるはずだ。襲い来る用意があれば一掃し、安全を確保することを最初の目的としよう。ボイドでの探索および戦闘の指揮は私は君の戦い方に合わせてそれを補うよ。癒し手が足りなければ私が担えるわ。ここしばらくは攻め落とすや。よし、今こそ進む時だ。我が姉アジダヤの行方を探さんがため。共に進もう。
をするなら。
天竜の一翼なのだ。ここで沈んでもらう。進むべき道を切り開く。
そう。
邪魔をするのだ。
また門が開かれたかと思って来てみれば、うまそうなエーテルが揃っておるな。私はゴルベーザ様の四天王、土のスカルミリオーネ。嬉しいぞ、お前らを葬ることができて。邪魔をする。
今の用意、スカルミリョーネとか名乗っていたか。俺たちがゲートを開いたことを察知していたようだった。それも、また門が開かれたと言っていたわね。おそらく、そうだろうな。それにしても、人が国を起こすように、用意もまた複数の集団に分かれ。さて、残った用意たちはどう動く？見ての通り、お前たちの主は倒れ、そのエーテルを食らった者もまた俺たちに撃たれた。もしかしたら言葉が通じないのではないかしら。用意の知能にも個体差があるのではなくて。ふん、獣と同じなら話は早い。この世界を旅するにあたっては用意の習性についても理解を深めていく必要がありそうだ。ああ、そうしよう。知識や経験が豊富な君たちが共にいて。随分と時間がかかってしまったが、迎えに来たぞ。